8時54分こちらのバスで、宝塚から有馬温泉までやってきました。運賃は580円でした。こちらでお手洗いをお借りします。バスターミナルです。1月5日日曜日、今日はここ、有馬のバス停ですかね、に来ております。今日は、先日の六甲全山縦走徹底ガイド補足編としまして、ちょっと東六甲縦走路が暗くなってしまってたんでね、ちょっと、今日はこちらの有馬から、縦走路に舞い戻って、最高峰の様子と、東六甲縦走路を詳しくお伝えしたいと思っております。全山縦走路長いんでね、後半、まあ、終盤の部分を別で先にこうやって歩いておいて、ああここまで来たらもう残りはあのぐらいの所要時間、あんな感じの道で行けるんだなっていう風にイメージしておくと、よりあの歩きやすいのじゃないかなと思います。こんなマンホールですね、可愛いですね、有馬のね、あそこ色付きありますね。私マンホールこの好きなんです。ここ有名な金の湯さんですね。9時5分です。銀の湯さんからこの坂を上がってきて、ここが炭酸源泉広場です。バス停から400メーターほどです。じゃーん。冷った飲めますやってどれ。どうしたどうした。鉄鉄もう鉄大丈夫。ちょっとすいませんね、思わず出してしまいましたこれはあの飲みたい方確保して飲んでくださいね。あそこお手洗いもあります。この世のものではない、まずい水だった。おかしい。炭酸宣言広場からつづら折れに舗装路上がってきました。で上がりきったとこを右、はい、どんつき右、カンポの宿方面ですね、はい、このカンポの宿の日帰り入浴もいいんですよね。あ畳やったね。んあそうそう、浴槽、浴場の床が洗い場のほうがね、なんかあの畳風になってて座って洗えるからちょっと気持ちいい、うん、金の湯さんとか有名なんですけど、ここ結構穴場というか、カンポの湯も日帰り入浴ができます。ここに稲荷神社があります。稲荷神社、有馬稲荷神社、そうです、有馬稲荷神社さんね。遠方から来られる方、こことセットでね歩かれても楽しいですよね、はい、きっとね。カンポの宿はあの前のとこやね。あ、前方、右手ですね。カンポの宿です。時刻は9時14分となりました。カンポの湯の前、すぐこの舗装路から、ここからまっすぐ行くとロープウェイ、はい、まっすぐってこっち、はい、はいはい、ロープウェイであの上から下段、ここで下段してくることもできます。今現在地ここです、はい、ロープウェイこれですね。ここ六甲山頂でリタイアしたい方はここまで降りてくることもできますと。でこれがもみじ谷、はい、でここ最高峰ですね。だからこの辺凍った滝のところ、今日はこのトトヤ、はい、トトヤ道経由して、最高峰方面に登ってみたいと思います、はい、9時14分スタートです。
はい、これを行こうとしたんですが、どうもこっち近道できるらしいです。近道から行こうと誘われたので、これを、あ、だいぶショートカットやんこれ、ずる。今日は保管編なんで最高峰まではちゃっちゃっと行きたいと思います。はい、通常ルートで登ってきているリュウちゃんに対して、私はここのショートカット道から出てきました。そして合流したとこで出るのが、この六甲最高峰まで 2.4 キロ地点に出てきました。トトヤ道です。ここ現在地で、六甲最高峰へ復帰します。こんなとこもあります。トトヤ道を歩いております。うん、ほんとね、しっかりした道でね。この下の道がどっか潰れてるようで、左側に迂回路になってます。この被害があったみたいですね。なんかちょっとプチ模様みたいになってて、すごく可愛いよ。ねえ、あ、すごい、わあ、すごーい。うん、この非日常な景色がいいね。六甲はやっぱりいろんなコースで楽しめるからいいね。トトヤ街道です。はい、わあ、きれい。あと 200m ほどで六甲最高峰です。足元はこんな感じの石畳の道に変わってきました。いや、総じてとても歩きやすい道でした。さすが街道。はい、10時33分はい、10時33分合流しました。すなわち一軒茶屋がそこ舗装路を挟んで向かい側にありまして、ここ今お手洗い仮設トイレになってるんですが、ここからエスケープするときはここからできるっていうことです。あれはどうぞ。はい、最高峰はこれを登っていったら行けます。行けます。はい、現在地からオレンジの線をたどって、前回の六甲全山縦走路の地点まで戻ってみます。縦走路経由で六甲最高峰に登ってみようと思います。このまんま車道行って行くと、さっきの一軒茶屋のところに出て、まあ、それでも行けるんだけど、六甲峰に行きたい方はここを登ると、はい、ここに最高峰って書いてます。はい、なあの1の1の10ですわここを登る。縦走路ここバーっと来て、あ、そこから出てくるんですけどね、本物の縦走路、あそこから出てきて、ここな1の1の10のとこ、ここをこの石段を登ると最高峰に行けます。今日はなんかちょっと雪がかかってて、むっちゃ綺麗なのよこれ。雪のトンネルみたいになってます。私も一番最初に六甲を全縦した時はこの石段がしんどくてしんどくてね、ぜいぜい言いながら登ったのを覚えてます。うわ、すごい。この石段をえっちらおっちら登ってきました、はい、そうするとここにこれと合流するんですよ。はい、おお、見てこの眺め。おお、やっぱり寄るべきやなこれ。でこっち行くと、はい、最高峰からは逆にあまり見えへんからね。ああそうやね、うん、これやっぱり初めての人は寄るべきやね。うん、無表。あんなに執着してたのにこんなとこ無表についてるで。同様、エビの尻尾
してますけどね。こう来るとき大体なんかあれやね、あんまり見えない。うん、三線降りよう。最高峰よりもそこに至るこの道が、ね、綺麗よね。もう今日はなんか樹氷がすごいついてて本当綺麗。こんにちは。こんにちは。寒いカップヌードルです。はい、寒い時はこれに限ります。ここから登ってきました。はい、でこっちにちょっと行くと山頂で、これを降りるとさっきの一軒茶屋の前のお手洗いのとこに降りれます。はい、はい、ここを降りると一軒茶屋と、ゴミ箱があります。リュウちゃん今ゴミを捨てに行ってくれました。でこの坂道を降りて正面に行くと今日登ってきた、有馬方面への下山道、これが、一番いいリタイア道ですかね。有馬の方面へ降りれます。で縦走路行く場合はこの車道の方、今日は縦走路の方に行きます。たった3日しか見えへんと思われへんような風景。今日は来てラッキーだって。めっちゃ綺麗これ。まさかこんなところでこんな見事な景色を見れるとは。ねえ、しかしむっちゃ寒い。むっちゃ寒い。こんな風景、いやこの辺でこんな風景あんまり見んよな。純吉大工。11時29分、カーブイーサー地点まで来ました。こっからですね、こっからいよいよ東六甲縦走路に入りますと。なのでこっから宝塚まで13キロほどあるんで、12キロ、あ12キロごめんなさい、12キロ、登山道が9キロの舗装路が3キロほどの道のりなんで、地震がない場合はさっきの有馬街道、有馬、整屋降りるか、この舗装路をずっとまっすぐ降りていっても駅の方に行きます。でも遠いよね。うん、でも遠いことはない。舗装路やから、まあ舗装路やからね、いうエスケープもできます。サップ。やったね。すごい違うとこ来たみたい、本当。やっぱり日没寸前より全然あれやね、楽しむ余裕からね。はい、27番が出てきました。全山縦走路27番エンページは36番です。はい、27番から26番にかけては結構こういう斜度の急なそうトレランナー龍吉こんな感じの道が続いてます。そうなんです、意外と登るからこの道も余力が必要なんですよ。意外と余力が必要です。はい、11時53分28番。これからは太平山へ向けての道。左といえども、ところどころこの上りがあるから、余力を残しておかないといけないんですね。そうそう、28番から29番への道です。ここはね、前はこっちやったんですけど、数年前から迂回路になってます。ここの東六甲縦走路
ところで迷うところはゆりちゃんの舗装路を見過ごすぐらいかなと思います。はい、後ほど8から29に向かうまでもこういうちょっと急なところがあります。これこっちと分かれる道もあるんですけど先で合流します。まあ右行っても結構険しいんで一緒です。こっちから来る道もありますと。でこっちね。ちょっとなんか意外なぐらい降ってきますねこれ。はい、29番。雪と風が出てきました。ここは清水谷道？はい。船坂の方に。うん、船坂の方に。さっきバスで通ってきた道の、バスも道に出る。ああ、ここ唯一のバスに出れるスケールですね。降ってきました。降ってきましたね。29から30までは比較的なだらかな、こういう歩きやすい緩やかな上りと緩やかな下りが入り混じったような区間です。こんな感じで走れます。29から30です。はい、30番です。あ、来ました。29から30はすごく平和でしたね。はい、はい、じゃあ30から31区間をご紹介します、はい、ここはね、この間もそうだったんですけど日が暮れ始めるとここからは影になるんですごくガッと暗くなる区間です。ここちょっと心細くなりがちとかで、ちょっと足元も若干、うん、歩きにくいんでここ心細くなる区間です。これでもええ雰囲気のとこやね。ええ雰囲気の位置。まあまあね、明るい時だったらね。30から31番パーッとこう走れる区間が続いたりするんですけど、時折こうやって登るところもあります。まあ足場はだんだん良くなる印象やね。ドン、かっこ悪っここ何気にいい景色よね。お前なかったと思うけどな。多分、ここ払われたんだと思うよね。だからスパッとこう兜山が見えたりとかするようになって、そうやんな、こんな開けてなかったと思う。ここでお昼とか食べても気持ちいいね、きっとね。31番来ました。この31番で舗装路に出るんですよ。はい、31番です。これを右に取りますと宝塚こっちって書いてるんでね。はい、この間真っ暗やったからね、これね、これ次は右を見てください。右、村岡でお世話になったのりこさんで。あ、はい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 、あ、のりこさん、めっちゃ喜ぶ。どこまで行きはるんですか今日。最高峰まで。どうしようかなって。最高峰すごい綺麗かったですよ。無表が。びっくりした。絶対びっくりした。届いてください。はい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 。はいはい。戻ろう。この前ののりこさんのゴールの時もちょっと映させてもらってたと思うんですけど、ね、あ、軽くね、軽く、はい、31番から 500m ほどですね。 500m、 はい、ここのこれを見落とさないように降りると、はいはいはい、重装ガイド作ってるんですよ。いや、入ってください、いいです、全然いいですよ。全然もう行ってください。はい、じゃあ行きます。はい、行きます。はい、ではここ降ります。俺回った、俺。いやいやいや、いや、めっちゃ綺麗かったですよ。
どうもお願いします。生です。いや、お連れさんが春から言うて、いつもね、初めてお会いできました。まさかこんなとこで何度か会ったこともあったんですけど、本当によく声かけれなかった。恥ずかしい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。失礼します。さよなら。さよなら。よかったね、今日来てね。まさかね。いや、ほんとほんと。ロックおさすがやね。うん、いやー、というわけで、唯一迷うと、間違うとしたら、さっきのポイントやね。はい。あとはもう間違いそうなとこはない。で、危ないとこといえば、次の舗装路を横切るとこの下りの石段がちょっと危険って感じですね。はい、まだ引き続きご案内されます。はい、ここです。ここちょっとデンジャラスポイント。そうそう、このね、石段がね、急やし幅狭いし、ここ落ちたらだいぶ痛いだろうなっていうと、これを折り切ったら車道を横切る場所なんやけど、はい、その車道を横切るのも気をつけましょうって感じ。この間これをね、お伝えしたかったんだけど、真っ暗やったからね。見てください、こんなんです。はい。前が車道で横切るようになってて、こんな感じですね。だいぶ段差がきついです。終わったって32番、うん、う、暗かったらほんま真っ暗やからね。ああ、こう入ってこうまっすぐ、はい、いよいよ32番来ました。はい、こっから延平寺に至るゾーンです。はい、32番を過ぎると斜面もなだらかになるし、足場もしっかりしてるし、なんかもう安心っていう雰囲気になってきますね。あと4キロもあるんだけど、まあ走れるところが結構あったりする感じですね。はい、はい、ここはもうなんか、ああ帰ってきたーって感じのする区間です。やりました。12時56分33番。ここまで来たらあと3キロですね。はい、もうね、結構走れるのよこれ。うん。3時04分、はい、こっちに行くと、はあ、あっちゃうか、こっちに行くと譲り肌井か、はあ、譲り肌井の方に出るんだって。行ったことないけどね、譲り肌井どこへ。譲り肌井って書いてる。ええー、やな。へえー、33から34は本当に迷うところもないし、はい、緩やかな下り基調でしっかり足場もしてるんで気持ちよく走れますね。うん、もうここまで来たらあと2キロであれですよ。延平寺ね。延平寺ですよ。ね、もうちょっと行くと展望台が、台中か。展望スポット。はい。はい。すぐです。やめろ。何も書いてなかったよな。ここ。はい、ここ。ちょっと寄り道をしてみます。こんな景色があるよ。3時11分、はい、これ多分ね1キロ起きちゃいますわ。うん、でも4から5がすごい近い、ね、あとはだいたい1キロかなと思う感じやねんけど、ここが不意に現れた感じ、うん、でもラッキーやね。あ、もう5やっていう感じ。私大概35気づいてない。これこっちにも左にも道があるよ。生瀬の方に行く。生瀬って書いてある。すごい。さあ、この特徴あるこのザラザラした道、この黒い、なんていうやったっけ、これも、おう、これが出てくると延平寺が近いサイン。はい、ここは滑るので注意しましょう。やりました。はい、36番。はい、36番がもう正面延平寺。お参りしましょうかね、今日時間早いし。はい、延平寺さんでお礼を言いまして、
真っ暗だったこの先、この先ですよね、疲れてね。もう山道は一本道やから、そんなもうね、あの舗装路のとこさえ行き過ぎひんかったら迷うことないけど、迷うとしたらこっから結構ね、とほほなことになったことあるんですよ。詳しく解説します。13時32分で帰ってきました。宝塚の夜景スポットです。全然降ってないね、こっちは。うん、で、ここを降りると近道、はい、こっちを降りると遠回りだけどなだらか、はい、どうしますか今日のあなた。近道、あ、近道行きますか、はい、じゃあ行ってみましょう。急ですよ、はい、急な石段を降りてきて左に曲がる。でコンクリのこんな坂を降りていくと。距離が短い分急なんですよ、何かにつけて、うん、向こうよりね。13時36分、はい、ここから降りてきました。今日は近道の階段、これ右に行くと緩やか。でさらにここ距離が若干短くなるんですが、ちょっと足場悪いんでこっちから車道で降りたいと思います、はい。ここをずっと道のり甲子園大学の脇を通ってきて、そこ分岐あったんですが、もうずっとまっすぐ来ました、ドンと。そうするとここ宝塚駅ドン付きを曲がったのドン付きを右に1回だけですね、はい、ずっと道なりに。全然中層だよ。ほんまやこんなとこにあるね、うん、びっくり、初めて知った。宝塚温泉に至る700m、宝塚温泉までかな。料理、ここに行きます。でこう道を渡るとすぐ宝塚温泉、はい、でここを渡って、はい、もう正面が駅になります。はい、宝塚駅です、はい、ここまで来ればもう安心ですね、はい。どうでしたか、龍一さん、今日はどうでしたか。よかったね、無表が見せて。あ、無表も良かったし、リュウちゃんのことをファンやって言ってくれる方ともお会いできたし、のりこさん、のりこさん、いやー本当ね、景色も綺麗だったし楽しかったけど、やっぱりああいう人との触れ合いっていうのはすごく癒されるね。奇遇やね、しかし、おー、すごい。おかげさまで今日も楽しい一日となりました。皆様のこれからの六甲全山縦走に何かの参考になれば幸いでございます。はい、ここはです。それでは今日もありがとう。